どうかご着席ください。私がジョ・ミョンチョル議員に初めてお会いしたのは大阪でした。日本にお嫁に行った韓国の婦人たちが日本でハングルを教えていますが、もうここで日本の皆さんが日本語を韓国人に教えているように、日本で韓国語を教えている婦人たちがいますが、民族の韓流文化を伝えているその時、初めてその価値を認めてくださり、韓国の国会議員ジョ・ミョンチョルという名で日本の各地を回って韓国語を教えている韓国人の婦人たちに表彰状をくださったんです。日本に来られて表彰状をくださった時、初めてお会いし尊い証を伺ったことが思い出されます。今日は特別な集会ですので、タイトルはジョ・ミョンチョル国会議員小生と書いてありますが、特別という言葉は、特別小生という言葉は省いてほしいと言われました。こういうことが日常として普遍化されていくことを願われる、そういう方です。尊い活動をたくさんされ、日本で韓国の統一のために努力しているそういう人たちを激励してくださり、表彰状もくださった方です。7月、8月になりましたらピースロードの季節となります。日本から韓国の統一を願って、日本の地のベレツとセラ、民団と朝鮮連が一つとなって南北統一のために精誠を尽くさなければならないというその御言葉をもとに、日本から始まったピースロード、当時の孫元則会長が韓国と日本につなげて韓日が一つとなり、さらには全世界的にピースロードとして一つになっていく、ピースロードの情緒を通して新統一韓国のを願う情熱、太陽の光よりも熱い情熱を燃やして、誠の父母様に栄光を捧げ、国際社会にこの平和運動、ピースロードを通した平和運動、お父様は80年度に主張された平和高速道路の思想をピースロードを通して伝えるようになりました。今年は特にコロナの影響で自転車に乗るのが楽ではありませんので、ウォーキングを通してサナッケの皆さんですとか地域の皆さんを巻き込んで、新平和韓国の思想を伝えています。今日は孫元則会長がジョ・ミョンチョル議員をお連れしてくださいました。どうもありがとうございました。全国のピースロードの花はソウルで咲きます。そしてインジンガクに行って最後の祈祷するようになっていますので、2021年はコロナ禍ではありますが、各教会が地域社会を中心としてピースロードを行っています。そして平和フォーラムを36カ所で結成しています。主題文とピースロードのピースロードにサインしてくださったお母様がと一緒にサインしてくださった指導者とともに動産をさせて、そのような運動を行っています。実質的に地域ごとの活動活性化していくピースロードとなっています。皆さんも参加してくださるようにお願いいたします。では皆さん全体起立して祝祷をしていきたいと思います。
ありがたく感謝してもない天の父母様、勝利された天地人誠の父母様、21年暑い夏を迎え、今日迎えた聖日は、あなたが愛し導かれたチョー・ミョンチョル専文大学の教授をこの場に立ててくださり、1991年誠の父母様の北朝鮮訪問という歴史的な場面に教授として新聞を通して出会ったその内容、そして当時の指導者を通して発表された内容、北朝鮮平壌の閉鎖的な社会の内容などを含めて、今日は感動的な証をしてくださる、そのような環境を与えてくださったことに感謝いたします。この国で暮らす脱北者の兄弟姉妹たちが統一を願い、一日でもいいから統一がなされ、北朝鮮の人たちが解放されたらいいという先生を尽くしておられます。特に誠の父母様を中心として、南北はカインとアベルの分立であるので、韓半島の統一こそが世界平和のきっかけとなると主張され、韓半島の問題を北と南の問題だけではなく、国際社会が韓半島の統一こそが世界の平和のキーとなる、だから世界の人たちが動産しなくてはならないと訴えられ、新統一韓国シンクタンク2022のメンバーがここに注目し集中し、どうやって新統一韓国を導いていくのかということを語り合いながら、誠の父母様と共にこの問題を解決していくために、国家の能力、国家の力、国を全てを注げる作業を進めております。そのような中で、ジョー・ミョンチョル、あなたの息子を立ててくださり明かしてくださった内容を通して、誠の父母様がどれだけ堂々と主体思想をその場に行って批判し、南北統一は人間中心ではなく天の父母様を中心としてなされなければならないと、平壌でサタンの心臓部に乗り込んでいって語られたその一言が、この韓半島の8000万の人々の胸に突き刺さり、この民族の統一につながることを願っていません。韓国で生活をし、並々ならぬその思いを持って暮らしておられるあなたの息子に天が共にあってくださり、摂理大学、天一国の国立大学として後輩の指導に当たっておられます。新統一韓国の意想、新統一韓国がなされなくてはならないことを切に願います。7月を迎え、チョンボックに集まった兄弟姉妹たち、そして第一地区新統一韓国のシックの皆さんと、世界の統一シックの皆さん、そして世界万民が天の父母様の大いなる愛と祝福のもと、健康で幸せに暮らせますように、特にコロナ禍の中でですが、どうかこの状況が改善され、自由な往来、自由な経済活動が行われ、より本然の新統一社会の世界の安着がなされますように、誠の父母様の御心を中心とした世の中となりますことを切に切にお願い申し上げます。この7月、北朝鮮の同胞たちの解放のために心を合わせて祈祷するこの時間となりますように願いながら、このすべての言葉を祝福中心家庭中鎮定の名により感謝し報告申し上げます。アーチュー。全体着席してください。